スーパーマリオギャラクシー2。はい、どうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、スーパーマリオギャラクシー2やっていきましょう。前回、非常に懐かしい、ギャラクシーで遊びました、懐かしい砦ギャラクシーという、まあ、そのままです、懐かしい場所で遊んだよみたいなことですね、じゃあやっていきましょう。続きをね、ドーンドーン。さあ、星舟の攻撃範囲が広がりました。バトルアステロイドギャラクシー、なんかこの前もなかった、この前作もなんかステロイドみたいな名前のやつがあってね、筋肉ムキムキになるやつでしょ。倒せ倒せ倒せ、あ、怖い怖いあー、なんか戦闘級になっちゃったマリオが。んー、どういうことだ。でもよくわかんないな、マジで。さあ、ここに着陸。なんか ここもなんか行って恥ずかしい、今のでやられた。まあなるほど、とりあえず倒すとこれが出てくるみたいなのの繰り返しじゃない、多分そうだと思うんだけど。何、伝言板よ、ここに来ちまったんだな。あいつらを倒していく以外に道はないぜ。名前が分からなかった。こいつら倒せんの、そもそも。俺なんか倒せないものだと認識してたんだけど、復活するでしょ、それ。ほら、踏めばいいのか、この状態で。あ、これで倒せるんだ、知らなかった。で、あー、なるほどなるほど。で、オッケー、知らなかった。で、伝言バーンでも何でもない名もなき看板だったしね、しれっとね。こいつら燃やして殺すんだめちゃめちゃえぐい倒し方すんだよね、これ。乾燥してるから燃えやすいみたいな。こいつ避ける、こいつできる、あー、できない。よし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 、あっ、きょきょ、うわ、ファイヤーマリオの強さよ、半端なくね。オッケーオッケー。で、まあ次行っちゃいましょう。なんだ、とりあえずコインを集めて、話せるかなこいつらと。話せる、オッケー、来た。隊長、おかげで来たら敵に囲まれてしまいました。囲まれてる、どこ、ここか。蹴っ飛ばして、オッケーオッケー、いって、踏ませて踏ませて踏ませて、ド S、 あー、やばい。オッケーオッケー、よしよし、こう、オッケー。あー、なんだ、鍵が出てくる、鍵が出てくる、オッケー、シャーシャーで、んー、なんだ、ん、こいつらを倒すのは無理じゃないか、いっていや、あんまり見てなかった、あんまり見てなかった、問題だよな、これで倒す、倒せない、ん、あ、ライトで、あ、なるほど、いった。ちょっと待って、難しいよ、オッケーオッケー、ライトで倒せるんだ、面白。で、で、で、あ、で、これか、オッケー。そんな戻り方できる、うわ、ここ面白いな、とにかく敵を倒していく、そういうステージ。あー、まあここは無視して、君と話したい。隊長たるもの、敵に囲まれたって楽勝です。でも今お留守番中なんですよね、イルス使ってる代わりに。ぜひ隊長もうちょっと頑張ってほしいな。あ、ここに来ていける、16個じゃ絶対足んないでしょ、20枚、あと4枚、あーげない、4枚ここでゲットできたら行ってあげるよ、無理だったらまた今度。やべ、あ、なるほど、あ、オッケー、とりあえず1枚いて、3人だろどうせ、
滑ってちゃんとギリギリ足りない、ちゃんとギリギリ足りません。はい、じゃあまあこれはまた今度裏でやっときます。よっしゃ、いけ、うわ出た、こいつら厄介なんだよな。あれ2でこいつらと戦いって、2でこいつらと戦ったっけ。で倒して、倒し方みんな分かってんのか、それとも戦ってたっけもうだいぶ普通に覚えてない。あ、いやで意外に結構強いんだよね。回復したいな。でここ、あ、重力が変わるぞ。オッケーオッケー。でまずは1体で、もう1体でそいつで終わり。やべやべ、あああああああ、よしよしよし、弾き返せる、オッケー、よーしよし、戻りたい。さあ戻りました。さあどうもー、んでどこ、そこね、でってれてってって、あーラストだな多分ここが。追っかけてくんだよこいつら。これで倒すのね、オッケーオッケー。戻るときにも判定がある、強っ。じゃあ、ま、負ける気がせんのだが、さあ来い、オッケー。あ、なんだ、 ラスト一番簡単、ラストが一番簡単というこの矛盾をついたステージ。さあゲットですね。さあオッケー。たまにはなんかステージ的な難しさじゃなくて敵を倒すという楽しみをね与えてくれる面白いステージだね。マリオ無双みたいの出ないかなマリオ無双は難しいか、でもなんか そんな感じのぐちゃぐちゃのゲーム出してほしいわ。なんかオッケーオッケー、星船の航行範囲が広がる。水星メダルがやってくる。水星メダルじゃない、いたずら水星。でおいで、次はどこに行こうかしら。あ、スターが足りない。あ、なるほど、隠しスターとかを集めてこなかった弊害が今ここにありますね。さあじゃあとりあえず、スターピースを1800個集めたのでこれを呼びましょう。さあ腹ペコチコを呼んだんだね。じゃあ腹ペコチコを呼んだんだね、ターンと食わしてやんな。オッケーです、ターンと食わしてあげますよ。さあまずは君に話しかけて、キラリンキラリン、ねえねえそこの人スターピース持ってない、キラリンキラリンスターピース欲しい、は1800個食べたら大変身。あー1800個スターピースがどれぐらい腹にたまるかわからないけど、まあコンペイトーぐらいだとして、形も似てるし、コンペイトー1800個も食えます皆さん、絶対に無理です。お腹いっぱい、じゃあ張り切っていってみよう。へうんしーん、さあというわけで来ました。わ、なんだなんだ、お化け屋敷みたいなステージになっちゃった、なんか怖いステージになっちゃった。フラッシュブラックスギャラクシー、なんだフラッシュブラックギャラクシー、フラッシュはなんか閃光みたいな意味だよね、ブラックはもうまんま黒いって意味でしょ。なんだろう、闇に浮かぶ迷路、フラッシュブラックっていうのが意味わかんないね。フラッシュしたら普通明るいじゃん。あー暗暗っ、想像の、あなるほど、一瞬パンってほんとにシャッターみたいに一瞬映るから、うわマジで何も見えない。なるほど、こ何も見えない中頑張っていけと、そんな、あでヨッシーの光るやつじゃねえわこれ、マジかよ。うわこれはしんどい、降りてここ降りて、
体力が増えるやつ魅力的ではあるが一回無視しよう。こっちかどっちだこれ、こっちかな、こっちだと思います。で降りてこっちは外れか、なに当たってる。あーでも水星メダルがあるじゃないってか。オッケー、あっつ、その炎って当たったらダメなん、あーやっちゃったけど進みます。なんかいけそう、おりゃめちゃめちゃ強引に行きました今完全に。いや待って、 いやなんだ怖いな、シルバースター集めだ、ちょっと待って怖い。 OK、え、うわ、いやなんか本当に怖い怖い、いやなんか来たし、あー危ないし、え、シルバースターは全部集まってるかこれ、取り逃しとかない、あーなんか来たし、 OK、 いや怖い、おーびっくり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 、ちょっと待って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 、え、何な、何が、え、ちょっと待って待って、シリが喋り出した、今日びっくりした今、めちゃめちゃ怖かった、聞こえてた今、入ったかな音、いきなりどのカテゴリーにしますかみたいなこと言い出したシリが、うわあシリ、え、何がシリに反応したのマジで、ちょっとそれだけ教えて、怖い、ガン危な、今ギリギリ生きてます、うーん、あれは別にいっか、いっかってか多分もう違うもんね。オッケーオッケー、もうガンガン先進むよ、うん、危ね、この辺ちょっと待って怖いな、いやちょっと、いや待って、あ絶対死んだよね、あ生きてきた生きてきた、こうやって見分ける方法もあったりなかったり、危ないね、でこれでオッケーオッケー、びっくりしたほんと、あ まだちょっとドキドキしてる暗がりで脅かされんのマジで一番無理だよね、危ない、オッケー、よーし、いやーよかった、ここのステージちょっとあまり好きじゃないな、怖い、なぜなら怖いから、うん、好きじゃない理由は怖いからです。よーし、さああと1個でスター手に入れて今日は終わりにしようかな、ちょっと早いか、まあまあまあでもキリもいいんでね、おそらく。でここがスター何個、あーいたずら彗星来た来た、ええ、さあじゃあまあやってこうか、血の底、え何、血の底の洞窟でギャラクシー、長い血の底の洞窟ギャラクシーか、よし、甲羅で地成功ダイビング、うわー出た、甲羅で進んでいくステージだ、嫌いじゃないけど好きでもない、何なのこのゆらゆら揺れてる、そのムーミンに出てくるやつ、ムーミンにこんなのいるよね、ゆらゆらするやつ、あれなんつんだっけあれ名前、白くてゆらゆらしてるやつ、あールイージにできるからルイージにしよう、ルイージさん、兄さんパースタ探しの調子はどうだい、たまには気分を変えてみないかい、え、でもこれ甲羅で泳ぐみたいなステージなんでしょ、ルイージである意味があるのか、あの甚だ疑問ですね、ルイージで手に入れたスターはマリオじゃ手に入れてないことになってるとかじゃないよね、確認してないけどその辺、よしよし、まあ、とりあえず先進みますか、こっち、あてー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 、あスライダーのステージとかも、あもっと遊びたいな、なんか一回あってねどっかでスライダーステージ、よしよし、で中入ってスピンで甲羅を取りね、おい、オッケーオッケー、そう、んー、あ爆発すんだえ、なに光を当てると、あ倒せるんだ、へえ、ちょっと待って今見逃さないよ、こういうの見逃したことないんだから人生で、あは、よーし、
でどうすんの？息が続かない。結構急がなきゃいけない、もしかして。息がギリギリだ、意外に。危ね、呼吸を補充するところもない。やばい。え、あ、なんだ、間違えた。ああ呼吸補充ギリギリできる。なんだ、え、合ってる。あー、よくわかんない。俺だけか、ここよくわかってないの。はい、とりあえず届く。で、ここだー。もう完璧。こんな完璧に行くことってあんまないね、正直。コーラゲットしたら回復すんのかな。回復しないよね。いや、ああむずあ、なるほど。あの、あれをうまく使って急いでステージを駆け巡っていくという、コールダッシュ、コールダッシュです。何コールダッシュって。コーラ飲みながらダッシュする人。なんだなんだ、どこだ。はっはっはっは、怖い怖いけど、スピードがゆっくりになったことにより無事。でも地上じゃない、地上着いた。おいで、その宝箱外したらやばいんじゃない。オッケー。あ、なんだあれ。わあ苦しかった。あールイージさん、いや、パスタ取ろうとしたら宝箱の中に落ちちゃって大変でしたよ。というわけで、私がゲットしたパスタを持ってってください。来た。お前あれだな、宝箱にの中に入ってなければ優秀だったんだけどな。さあパスタどうぞ。さあ、なんか謎のスターピースを打ってしまったが、とりあえずゲッツ。よし、さあ本日最後の、パスタをゲットしました。本日最後っていうか、まあ俺次第なんだけど、BGM が静かで怖い。喋り続けなきゃって気持ちになる。別に静かじゃなくても喋り続けなきゃいけないんだけど。よし、さあどうすか。 OK で、何、あーはいはい、よし。じゃあおそらく次がラストかな。おそらく次がラストなので、取ってないスターとかがを、全部取ってきます。全部、うん、とりあえず今取れる分は全部通ります。多分50個ぐらいあると思うけど全て、取ります。それは裏でやります、うん、で、まあとりあえずここを先に進めるのを確認しようぜ。ストーリー進まないよね、まだ中に入りさえしなければ。で、おそらくここがラストステ、あー、ストーリー進んじゃったさあ大詰めだよ船長。あの中であんたの大切な人が待ってる。驚いたね、あれは彗星だ。あ、ほんとだ、食っていたのはパワースターだけじゃん。 この彗星あれじゃん、ロゼッタの。なるほど、これ食ってたのか。奴はまだまだでかくなるつもりだ。食い尽くされる前に怪物を止めるんだ。さあ思う存分暴れてきな。え、また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 バカバカバカ。ああよかった。オッケー。というわけでね、次回は、スターがおそらくあと50枚もないか。30、40枚くらい集めて、こいつラストのクッパ戦行きたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それでね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまたごきげんよう。